行きます。こんにちは、今日はですね、自治会のホームページの、取材でですね、宝ベルモント株式会社の方に来させていただきまして、有意義なる取材と情報をいただきたいと思います。ご応募ください。よろしくお願いします。はい、回りました。本日ですね、高田ベルモントさんにですね、担当していただきます方をご紹介させていただきます、リビオ事業部戦略企画推進部、戦略企画室立案室室長の片岡良太郎良太さんとですね、同じ部署の西村誠司さんで、よろしくお願いいたします。ではですね、これからですね、お二人にですね、素晴らしい、データとかそういうのをですね、伝えていただきたいと思います。すみません、よろしくお願いいたします。本日はこのようなですね、貴重な機会を、いただきましてありがとうございます。私、宝ベルモントの、リビオ事業部の西村と申します。よろしくお願いいたします。これからですね、求められるメンズサロン像、ですとか、メンズの消費者が今どういったことを考えているのかといったようなことをと、我々なりの視点で、ご提案をさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、今時のメンズはと、こちらに、まとめさせていただいております。まずですね、体験価値を重視する傾向にあるよと、言ったようなことなんですけれども、例えばですけれども、こと消費、特消費、意味消費なんて、今、そういった言葉まで、あるんですけれども、男性がこうヨガをするとか、ですね、これなんか男性専門のスイーツ店、スイーツオレというような名前であったり、働き方なんかも男性 の、 CA とか、そういったところまで出てきているという多様化をしているような、そういった状況になっております。で、一方でですね、右側ですね、美を楽しむこだわり層の増加というようなところで、データとしましてはメンズコスメ市場は過去10年ぐらいで約2倍といったような状況で、弊社はもちろんジオというブランドございますけれども、シャネルからもこうメンズメイクが出たりとか、そういったところで、こういろんな幅広い男性の方々が美を楽しむようになっていると、いったようなことが あるかと思います。いわばですね、サロンの場と、こういった男性の価値観がこうマッチしてきていると、いったような状況なのかなと考えております。実際に、様々なちょっとデータがですね、ちっちゃいんですけれども取っておりまして、例えばなんですけれども、フェイスケアのニーズなんていうのはこう10年前だとこう乾燥が、1位は1位なんですか、なんですけれども、 30% だったのが 60% 以上、約倍以上のニーズになっているですとか、メンズメイクの調査なんかもありまして、今メンズメイクこう誰がやっているんだろうっていうのはあるんですけれども、実施率も 15% で、今後メンズメイクするつもりだよといったような データですと、35% の方が移行メンズメイクをする意向があるといったようなことまで考えられております。で、特に我々ビジネスマンも避けて通れないのかなと思ってるんですけれども、3位のところ、取引先、商談に行っていったような時に、どのようにこうお客様に対していい印象を持っていただくかというところで、これメンズメイクみたいなところも、これ今後避けて通れない道なのかなというふうに考えております。そういった記事も出ておりまして、これメンズのメイクのレッスンをこうやりましたよという記事なんですけれども、こちらもこう若い層がこういった体験を受けているのかなと思いきや、実は3,40 代のこうやり手ビジネスマンがこうメインでこう受けられていると、いったような記事までこう出ているといったように、
さまざまな美に対するこだわりが広がっているのかなというふうに考えております。実際に弊社の方でサロンポスというですね、経営サポートのソフトウェアがあるんですけれども、そのメンズのお客様の総データ、総集計になっております。2年前とのデータの比較で売上等々を見ているんですけれども、左が美容サロン様の集計で、右側が利用サロン様の集計というふうな形になっております。年間総売上で見ると、美容サロンも利用サロン様もですね、売上は 3% アップ、2年前に比べて 3% アップというところで、男性に対してそういった売上がですね、どんどん上がっていると、2年間で 3% も上がっていると、そういった状況に今なっております。逆にカルテ枚数、お客様の数ですね、それは減っている傾向にあるんですけれども、逆に単価の方が上がることで売上が上がっている、そういったことがこの2年間でも起きているといったようなデータがこちらからでも見られます。今度ですね、具体的に購入されているメニューの伸び率ですね、一番大きいところがヘッドスパというところになっております。これデータで見ると 160% 以上というところで、例えば利用サロン様です、今まで総合調和という形で、カット、シャンプー、シェービングといったようなところがメインだったかと思うんですけれども、もはやヘッドスパも欠かせないメニューというふうになっているのかなというふうに考えております。で、先ほども美の、対するこだわりの層と、広がっているよといったところで、パーマカラーが伸びているよといったようなデータですとか、 あとはですね、ヘッドスパの次に高い伸びとなっているのがテンパンになります、一部ちょっとシェービングとあるのはこちら有料シェービングになりつつあって、ちょっとサロン様で講座をちょっと変えたりとか、されているところもあるんですけれども、それをちょっと除くとというところで、テンパンが 520% ぐらい伸びというところで、こういったところも今後見過ごせないデータなのかなというふうに考えております。サロン環境というのは今非常にですね、消費者とスタッフの方と板挟みになっていて、厳しい環境だと思うんですけれども、その中でメンズの売り上げに関してもこのように伸びていると、存在感が増していると、そういったような状況になりつつあります。なのにですね、我々が課題なのかなと感じているところに、こういった男性のお客様が行くようなサロン様がまだまだ少ないのかなと、都心、都会に関しては、もちろんたくさんあるかと思うんですけれども、地方とかそういったところ全国への広がりに対してはまだまだ少ないのかなと、そういったところをちょっと感じている次第でございます。具体的に男性のお客様のメンズターゲット像と書いてますけれども、上の方が美意識の高い層というふうに見ていただきまして、で下の方が身だしなみ清潔感とか、そういったところを気にする層だよというところだと思うんですけれども、今までですね、そういったおしゃれなお店とかいうお客様っていうのは本当に一部のこの上の層のお客様だったのかなというふうに感じてるんですけれども、もはや今やもっと広いお客様がサロンのにとって良い有名なお客様になりうるとなりつつあるといったようなところが、変化として、あるかなと思ってます。具体的にサロンの有料顧客になりうるお客様の像というようなところで、5つぐらいに分かれるのかなと思ってるんですけれども、例えば左からちょっと美容に過去行ってたよっていうような綺麗系男子ですとか、ちょっと美表現がゴリゴリ系男子となっておりますけれども、ちょっとヒゲと七三、タトゥーみたいな、そういった方もかなり存在感が出てきているのかなと
ふうに感じております。で C のビジネスマン、ここが一番のボリュームゾーンなのかなと感じてるんですけれども、まあ、例えば今ですと、まあ20代の頃美容店に行ってたんだけれども、ちょっと行き場がなくなってるよと、ちょっとどこに行ったらいいのかわからないといったようなお客様、まあ、そういったお客様が今どんどん増えているといったような状況になるのかなと感じております。で、まあ、40、50代のおしゃれなダンディーな男性とか、まあ、それ以上の60代以上のおしゃれなシニアの方とか、まあ、こういったお客様をどうサロンで捉えていくか、まあ、そういったところがこれからの課題なのかなというふうに感じております。具体的に空間に当てはめるとっていうようなところにはなるんですけれども、例えばですね、先ほどのおしゃれなダンディーの4、50代ぐらいのお客様ですと、ゆったりしたいで、おしゃれになりたいといったようなニーズがあるようですとか、それを叶えるお店はこういったデザインの空間のサロンだよとかですね、例えばビジネスマンのお客様ですと、時間のない中でどのようにこう最低限の身だしなみと、それプラスアルファのメニューをしていくかといったようなところで、サロンの空間をどのように作っていくか、そういったことが重要なのかなというふうに考えております。まとめになるんですけれども、メンズ消費が今盛り上がっているよといったようなことですとか、あと働き方改革みたいなこともですね、巷に言われているかと思うんですけれども、そういったところですね、双方、お客様とスタッフと双方に喜ばれるサロン作りというものが、これからどういったお客様に対しても、どういった地域に対しても必要なのかなというふうに考えておりまして、弊社の方では2年前からですね、共感が生まれるバーバーサロン作りと、やはり有料顧客、良いお客様になっていただくために、常連のお客様になっていただくためには、もちろんオーナー様の手腕も必要なんですけれども、それをこうどう空間でですね、補っていけるか、共感を生みやすいような空間が作れるかというところを、弊社の方でバーバリズム 4.0 というような形でご提案を続けてまいっております。ちょっと小さい字なんですけども読まさせていただきます。混迷が続く美容業界でお客様の心をつかむにはどうすればいいか、その答えは共感というキーワードにありました。お客様がサロンを選ぶ上で共感できるかどうか、一番大切な条件といっても過言ではありません。共感を誘うためにはトレンドをつかみ、時点のこだわりや技術、それらを表現できる空間、そして SNS やホームページから情報を発信してコミュニケーションを続けていくことも重要です。この店に来れば間違いないと強い信頼関係をお客様と築くことで安定した経営へ結びつけていく、起点の特徴を生かしより良いコミュニティを築けるサロン作りをご提案しますといったような形でですね、共感という言葉をもうプレイスコミュニケーションサロンワークというような文字で囲っているといったコンセプトで、バーバリズム 4.0 というものが、こういっただんだんイキメンきらめきと1.3 つの世代ですとか、ライフステージ、地域、それぞれに合わせてご提案できるような形で、弊社の方でご用意ご提案させていただいております。具体的に、例えば団らんですと女性のお客様でも、行きやすいと、この画像のようにですね、ご家族で来られているようなこういった個室の中にみんなで一緒にメニューをするとか、そういったことをしつつ、地域密着でこう反感格差もなくしていきましょうといったようなご提案ですとか、イキメンですと、先ほど申し上げた行き場のちょっとわからない男性のお客様、そういったお客様をこうどう捕まえていただくかといったようなところで、頭皮の悩みを
解決するための個室のご提案ですとか、あと、きらめきというのはこうアクティブシニアのお客様をですね、こうターゲットとしまして、そういったお客様に地域の恩返しをしましょうと、いったようなコンセプトで、楽しくあとこうゆったり働こうよといったようなコミュニティを作ろうよといったようなご提案をさせていただいております。さらに、サロンルーミングと、こちらにですね、こう聞き慣れないワードがあるんですけれども、常連のお客様をこうよりこう満足していただくための空間の仕掛けとして、かつ、まあ、スタッフの、まあ、スタッフ様の働きやすさも同時にこう叶えていくというようなご提案のワードとして、サロンルーミングと、いったようなことを新提案として、させていただいております。弊社が作らせていただいた造語になるんですけれども、もともとホテル業界のルーミングという言葉をにサロンをつけまして、サロンルーミングというような形で、お客様により満足していただくためのサービスですとか、空間、そういったところ、オペレーションですねまで含めて、一人一人に向き合って考えていきましょうと、いったようなご提案になっております。お客様のこう自分だけの時間をこう提供するといったようなところで、今までこうサロン視点のお店作りをされていたところから、お客様視点、スタッフ視点のこうサロン作りをしましょうといったようなご提案になっております。具体的にですね、ルーミングで、成功されているサロン様の事例ですね。もちろん、例えばこちら左側が東京の G 様というサロン様なんですけれども、こちらですと、まあ、こういったナチュラルな木を使ったこうなんだけども、男性がこう好みそうなこうファサードに、なんか個室の組み合わせのサロンとなっております。こちらはですね、ホームページでもこうしっかりこう情報を出していて、例えば男性専門店ですよとか、個室ございますとか、まあ、夜間が営業してますよとか、そういったことでですね、男性がこうビジネスマンがですね、行きやすい情報をここに来てもいいんだといったようなことがホームページでも表現されている、いったようなサロン様になっております。で、右側はですね、まあ、京都の D 様というサロン様なんですけれども、こういった一見バー風の外観にですね、内側ちょっと薄暗い、中盤もちょっとバーのような空間をモチーフにされておりまして、まあ、そちらで、常連のお客様をより満足していただく、実際バーカウンターなどもございまして、まあ、そちらで施術後に、一息ついていただいたりとか、まあ、そのこうちょっとした会話の中で、あなたに合う、頭皮用の化粧品はこれですよとか、まあ、そういったご提案までされております。実際にですね、 G 様の場合ですと一昨年に、まあ、改装オープンされまして、メンズオンリーで5席に全室をしてで、スタイリスト4名様で運営されてるんですけれども、まあ、月300万円以上に行き合うところで、常連のお客様の単価がですね、1000円以上となっているようなサロン様になっております。こちらもですね、実際に全席個室ですので、お客様が入っていないときにはスタッフ様の練習はその個室で営業時間中にやられるですとか、完全週休2日を、取られているとか、まあ、そういったところでスタッフ様向けにもどのように満足度を高めていくかということもサロンルーミングを介して、まあ、実践されているサロン様になっております。右側の京都の D 様はですね、こちらも同じく2017年に移転オープンされ
されまして、メンズオンリーでされているサロンさんです。で3席ございまして、1席が個室になっているんですけれども、こちらご夫婦2人で、月300万円以上の売り上げをやっているといったようなサロン様になっております。こちらはですね、VR カスタマー、常連客様の単価は1万1000円以上といったようなことで、まあ2サロンともですね、個室をうまく活用されながら、やはりヘッドスパですとかフェイシャルメニューをご提案されつつ、しっかりそのお客様に合った美容情報をご提供されつつ、まあ、店舗も販売されているといったようなことで、こういった売り上げを達成されているようなサロン様になっております。この成功されているサロン様のまとめになるんですけれども、具体的に集客はですね、やはり、ホームページなどでですね、このサロンは期待に応えてくれそうだなといったようなところを演出されつつ、実際に来られたお客様には驚きと感動を与えるようなきめ細かいサービスをされて、提供されているといったようなことで、まあ、例えばですけど内外装でサロンの上質さを演出されていたりとか、まあ、丁寧なご対応、まあ、時間をきっちり守るなんていうことは、まあ、どこのサロン様でももちろんされていることだと思うんですけれども、ですとか、あとまあサロンルーミングを取り入れたことで、まあ、お客様の特別な時間を演出されているといったようなことを心がけていらっしゃいます。具体的にこちらのデータはですね、NBBA 様のほかこう、お借りしたデータなんですけれども、こう男性のお客様がこうプロから提案されれば、こうメニューを購入すると答える方が 44% で、天板を購入すると答えた方がまあ 46% というところで、約2人に1人がですね、やはりプロからのアドバイスを待っているといったようなことが言えるのかなというふうに考えております。来ていただいて、まあ、実際にこう信頼関係をこう結んでいただいた後ですね、もうさらに高い、メニューのご提案ですとか、そのケアメニューのご提案ですね、その方になぜそれが必要なのか、まあ、しっかり、真剣にこうご提案してるよといったようなことで、もう先ほどのサロン様とかも売り上げを上げている、まあ、そういったようなことを実践されているサロン様になります。より上質なサービスを提供するためにといったようなことで、お客様の満足度を上げて、より上げていくことはもちろんなんですけれども、それを実践するためにルーミングを活用されながら、従業員満足も同時に上げていくといったようなことをされているのかなというふうに考えております。これをまあ同時に解決しているといったようなことが2つのサロンの共通点なのかなといったように感じます。具体的にこう先ほどの爺様といったようなサロン様の動画がございますので、こちらはちょっと後ほどかまたデータのご提供という形で見ていただければいいのかなというふうに思います。はい、うまく進まなくて、はい、動画の方からですね、読み解くサロンルーミングのメリットということで、お客様自身はですね、自分だけの空間で、まあ、特別な時間を過ごしていただいて、まあ、より満足度が高まるよといったようなこととですね、スタッフ様もですね、こうサービスにこう集中できるですとか、結果こう売上が上がることで待遇や給与もアップするといったようなことで、まあ、より、お客様にそれを還元するといったようなこと、良い循環がサロンルーミングによって生まれているのかなというふうに考えております。以上で、
弊社宝ベルモントからメンズのご提案をさせていただきました。ありがとうございました。